神奈川沖波裏、日本の画家、葛飾北斎、東洋文化における芸術の一例。モナリザ、有名なイタリアの画家レオナルド・ダ・ヴィンチの作品、西洋文化の芸術の古典的な例。芸術、または、アートとは、表現者あるいは表現物と、鑑賞者が、相互に作用し合うことなどで、精神的。 感覚的な変動を得ようとする活動を表す。文芸、美術、音楽、演劇、映画などが芸術の諸分野である。旧自体では芸術。ギリシャ語のタウカイニューイータテクニアその訳語としてのラテン語のアルス、英語のアート、フランス語のアート、ドイツ語のクンストなどはもともと単に 人工という意味の医術や土木工学などの広い分野を含む概念で現在でいうところの技術にあたる。現在でいう芸術は近代以前には単なる技術と特に区別して呼ぶ場合、良い技術、美しい技術と表現され、本来のアートの一部を占めるに過ぎない第二義的なものであった。 18世紀頃から加速する科学技術の発展と共にそれまでものを作るという活動において大きな比重を占めた装飾的な部分よりも科学的知識を応用した実用性の向上が圧倒的な意味を持つようになる。これに伴って各種の技術は分業化と細分化が進み現代でいう技術に再編されるのに対し 建築などの人工物を装飾する美的要素がこれと文化独立しながら中禅のアートという故障を引き継ぐことになった。現代の日本語における芸術は伝統的に継承された単語ではなく明治時代に青春によってリベラルアーツの訳語として用いられたことに由来する。現在では英語の音写。 アートが用いられることも多い。政治表記では、ゲーだが、第二次大戦後の日本における漢字制限により、ゲーが、ゲーと略記されることになった。なお、ゲーは、もともと、運を勝負として、運と読み、ヘンルーダ等の植物を表す別字だが、本来、ゲーの字とは全く関係がない。ゲーの原字の、は、き、ど。 からなる、会員文字で、人が、両手に持った植物を土に植える様を表す。後、植物であることを強調するため、草が加えられ、となり、さらに、運が加えられて、芸となった。芸はその中央部を省略した略字である。本来、植物を植えることを意味したが、転じて、儀芸、技能一般、特に文芸を表すようになった。 美学者の佐々木健一は、講義のアートを、人間が、自らの生と生の環境とを改善するために自然を、改造する力と定義している。その中でも特に、芸術とは、予定された、特定の目的に刺されることなく、技術的困難を克服し、現状を超え出て行こうとする精神の冒険性に根ざし、美的コミュニケーションを思行する活動であるとする。 この活動は作品としてコミュニケーション媒体となる。時代や場所によってその形態や機能は変化する。芸術の定義をめぐる問いは美学の分野で議論、研究されている。日本では芸術が明治期になって新しい語として使用されるようになったため、近代以前の伝統芸術を芸道と呼んだり、また芸能とも呼ばれ、芸術とは 意味が異なるものとして想定される場合もあり、語用統一されていない。なお芸能は芸術の諸ジャンルのうち、人間の体を持って表現する技法と定義され、職業として芸能に携わるものを芸能人と呼ぶとされるが、これは身体芸術とも舞台芸術ともまた異なる概念である。表現者がどのような手段 媒体を用いるかによって芸術を多くのジャンルに分けることができる。下記は芸術の表現方法のうち歴史的に比較的様式の定まった具体区分に詳細な学説的分類を加えたものである。上記分類は表現者が一定の枠内に収まった表現方法を用いた場合に分類可能となるというだけであって、 表現者がこれらの枠に収まらない表現を用いる場合や複数の表現を組み合わせたりする場合なども多い。より包括的な分類方法として空間芸術、時間芸術、総合芸術、大衆芸術などもある。空間芸術とは物を用い空間に形を表現する芸術であり二次元的な物と三次元的な物、その複合も存在する。 その空間だけで一瞬で全てを表現する芸術である。時間芸術とは、文芸、音楽、演劇、映画など、ある一定の時間をかけて鑑賞する芸術。時間芸術と空間芸術は対義語であると言える。総合芸術とは、各種芸術が協調、調和した形式で、オペラ、映画などがこう呼ばれる。また、ある作品や、 活動の程度が非常に高いとき、これを芸術と呼ぶ場合がある。この用法では、作品や活動の独創性は要件に入らない。ありがとうございます。